元衆院議員の金子恵美氏が31日、読売テレビ、今田工事のネタバレ MTG に出演。自民党総裁選に出馬表明した小林隆の氏、49、についてコメントした。自民党二階派だった金子氏は、小林氏と当選同期。本当に優秀、政策通り、能力も人柄も申し分ないと絶賛、悪いところ、なかなか見つけられないぐらい。 それが隙がなさすぎる、ってマイナスに作用するのかもしれないけれど、とした上で、当選4期以下、若手が小林さんを派閥を超えて応援している。能力、高いのはみんな認めてるのでと話した。その上で、ただ、財務省出身なことが、国民の皆さんにいい印象を持たれていないと聞いたと懸念材料を挙げた。同じ若手のホープ、一方で、小泉慎二郎。 43について聞かれると長田町って最後は決闘。小林さんと小泉さんってなった時に小泉家っていうのは選挙も小泉さんの方が人気が。やっぱり決闘、小泉家ってなってしまうのが自民党が変わった方がいいところと踏み込んだ。一方、元衆院議員の杉村太蔵氏は小林さんの会見見てたけど 一つも面白くなかった。言ってることもやってることも全部普通。誰でも言えることを、印象に残ってるのは、オレンジのネクタイをつけてたな、ぐらい、といじっていた。